西岡剛、大谷がホームランを打てるのはロシア人だから。日本人じゃない、大谷選手は。ロシア、モンゴル系の先祖がいるのでは。日本人独特の体つきじゃない。でも東北に住んで、ルクマソの末裔はもともと、そこら辺の民族の末裔やから、間違ってはないやろ。ルーツ的な話なら混ざってても、おかしくない、農耕民族の体つきじゃないよな大谷。やっぱり西岡、こういう方向に行くと思ってた、大丈夫か？西岡って、成績の割によろかったよな。掛布と喋ってるってことは、阪神 OB 面でしょ。もうロッテとは無関係だね。キム・ハソンがショートで、守備指標トップクラスな時点で、人種言い訳にできんのでは。まあ突然変異感はあるな。大谷は、顔つきとか骨が太そうなところとか、ロシア人というよりも、こういうごつさは、旧モンゴロイドとかアイヌ系とか、そっち混じりだろどう見ても。大谷のピタッとした服装とか見ればわかるが、骨ががっしりしてそうな反面、手足が長いんよな、あと肩幅が広い。ロシアモンゴル系入ってない日本人なんておるんか、というか日本人じゃないわアウトやろ。モンゴル人って普通にロシア人よりも体でかいからな。台湾とかにいそうな顔じゃん、これは純日本人ですわ。才能があるというだけのことで日本人じゃないと言われるのは異常だよ。肌の色が違うから日本人じゃないというのも勘弁してほしいのに。普通の日本人より日本人らしいと思うのは俺だけ？普通は半島系7割、列島固有が3割。どう考えてもロシア人ではないし、半島系にも見えない、むしろ縄文顔、アイヌ顔だろ。日本人ももっと肉を食わないと、体をでかくする方法は成長期によく、食べてよく運動してよく、睡眠をとることしかないから。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。